日本対日本、この試合の模様をお送りいたします。日本の先発は右のダルビッシュ、日本の先発は右の田中、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右のダルビッシュ、マウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。まずは1回の表、先頭バッターは塩見。第1球投げた。1球目ストレート空振り、いきなり153キロ。投球これから2球目、直球ストライク、少し意識しすぎたか。第3球を投げました。変化球、空振り三振。ダルビッシュ3球で仕留めてみせました。背番号5。第1球投げました。初球打った、抜けた。近本ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。背番号3。第1球投げました。初球から打ってった、フラフラっと上がった。源田落下点に入った、掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。背番号25。第1球低め際どいボール。第2球ランナー走った、投球ストライク、ボールに、これは楽々セーフ、盗塁を許します。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第3球を投げました、打ちました、三遊間の当たり、サードこれは守備範囲内、アウト、3アウトチェンジ。リプレイをご覧ください。ダルビッシュ2アウト2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。日本まずは無得点に抑えました。右の田中マウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。1回の裏、日本攻撃に入ります。投げました、打った、初球打ち、ピッチャー返し、抜けた。いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球投げた、初球外れても、投球これから2球目、打った。第3球は打ちました。さあ、4球目打ちました、ファール。第5球投げた、低めのボール引っ掛けた、内野ゴロ、浅村ボールを取る、セカンドから1塁送球、アウト。日本先制のチャンスを迎えます。第1球投げた、打ちました、初球打ち、三遊間の打球、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。村上宗隆、背番号55。第1球打った、ボールにご注意ください。1球目ファールから投げた、ボール。第3球を投げた、空振り。第4球を投げました、ボール。投げました、打った、レフト前に出る、取ってアウト、3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。日本得点圏にランナーを送りましたが、先制点には至りません。1回が終了しまして0対0です。2回の表、日本攻撃に入ります。この回のトップバッターは大山。第1球投げました、初球打ち引っ張った、切れていきます、ファール。第2球投げました、インコース高め、スプリット外れてボール。投球は3球目投げました、打ちました。第4球を投げた、流し打ち、どうだ。山川自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番佐野。背番号7。第1球打ちました、第2球投げた、真ん中に送ってストライク。
投球はこれから3球目。1つ外したボール。第4球を投げた。打った。ピッチャー返し。抜けた。佐野、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。背番号8。第9ボール。第2球投げた。これは引っ掛けた。これは内野ゴロ。二塁フォースアウト。一塁はセーフ。一塁はセーフ。併殺失敗。ショート今宮、背番号6。第9ランナースタート。外れた。キャッチャー二塁へ送球。盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。さあ、リプレイです。第2球投げた。スライダーボール。第3球を投げました。3球目ストライク。第4球は決まってストライク。さあ、5球目打ちました。投球はこれから6球目。内角高めボール。投球これから7球目。三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ダルビッシュ、ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、日本攻撃に入ります。この回の先頭バッターは吉田。第9スラーバーボール。第2球投げました。スプリットはボール。第3球を投げました。打ちました。内野ゴロ。佐藤掴んだ。サードから一塁送球。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは6番山川。山川穂高、背番号33。第9スプリット見送ってストライク。第2球2球目空振り。日本ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。追い込んでから第3球を投げました。インローの直球はボール。次が4球目投げました。ボール高め。第5球投げた。外角低め。外れてボール。次が6球目投げた。打った。一塁線フェアだ。ボールはセカンドへ。山川ツーベースヒットを放ちました。日本先制のチャンスを迎えます。牧秀悟、背番号3。第9投げた。ボール。投球これから2球目。打ちました。これは内野ゴロ。浅村ボールを掴んだ。一塁送球。アウト。日本なおもチャンスが続きます。第9投げた。打ちました。ファールボール。初球ファールから投げた。ボール。第3球を投げました。低めストライク。追い込んで第4球をボール。次が5球目スラーバーボール高め。第6球を投げました。打った。三遊間。サードこれは守備範囲内。アウト。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。日本得点圏にランナーを送りましたが、先制点を挙げられませんでした。2回が終了しまして0対0です。日本この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは木下。第9投げました。初球見送ってストライク。まずは入れてきました。1球目ストライクから。第2球ボール。投げました。打った。ファール。さあ4球目外れた。ボール。投げました。打ちました。ご注意ください。さあ6球目投げた。打ちました。
飛びつく、ライナーだ。木下、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球投げた、初球空振り、いきなり153キロ。1球目空振りから第2球もう第3球を投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、源田下がっていった、中手に入った、取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、初球空振り、第2球高め、ボール、投げた、決まってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。さあ4球目、ボール投げました、ボール。第6球は155キロ直球、空振り三振。右バッターボックスは3番浅村、第1打席はショートフライに倒れています。投げました、打った、これは強烈、いった完璧に捉えられました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは指名打者筒香、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球投げました、ストライク、キレのある変化球、投球これから2球目、ストレートはボール。第3球を投げました、打ちました、牧取った、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって2対0、日本先制点を奪われています。日本この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは源田。第1球投げました、変化球ストライク、外角高め。さあ次の投球、投げた、またも空振り、バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、一つ外してボール。第4球を投げた、打ちました、次は5球目、空振り三振、バットアウト、低めの変化球にやられました。第1球決まった、ストライク、まずは見送りました。第2球投げた、高め、スラーブ外れてボール。投球は3球目、投げた、打った、ファールボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、打ちました。第6球を投げました、打った、ライトフライ、飛距離は出ていません、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH の大谷、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球初球空振り、第2球見送ってボール。第3球を投げました、スラーブはボール。第4球を投げました、4球目空振り。第5球投げた、ボール、アウトローへ。第6球を投げた、打ちました、あっと抜けた、バッターランナー一塁、先発決定、二塁へ。大谷いいバッティングを見せました。バッターは3番鈴木、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。
投げた、初球を打ちました、内野ゴロ、大山ボールを取る、アウト、田中取ってアウト、スリーアウトチェンジ、先ほどのプレーです。日本セカンドランナー残塁、序盤終了しまして2対0です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは大山、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ボール。さあ次の投球、投げた、ストライク。第3球は低め際どい、ボール。さあ4球目、空振り、変化球にキレがあります。追い込んで第5球、投げた、ボール。第6球を投げました、ツーシーム、見逃し三振。バッターは6番佐野、これが2度目のバッターボックス、投げました、初球を打った、フラフラっと上がった、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番佐藤、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。1球目ストレート空振り、いきなり155キロ、初球空振りから第2球、このボールも空振り。第3球、アウトロー、ボール。投げました、インコース、スプリット外れてボール。さあ投球は5球目、投げました、ボール。第6球を投げました、打った、抜けた、佐藤ナイスバッティングです。バッターは8番今宮。第1球投げた、初球空振り、いきなり152キロ。第2球投げた、スプリットはボール。第3球をランナースタートを切った、二塁送球はどうだ、これは悠々セーフ、盗塁を許します。第4球を投げた、ボール、外角へ。第5球投げた、内角、空振り三振、ボール球で仕留めました。4回の表が終わって2対0、日本現在2点をリードしています。4回の裏、2点を追いかけます。日本攻撃に入ります。トップバッターは村上、第1打席はレフトフライに倒れています。見送ってボール。投球これから2球目、空振り、キレのある変化球。第3球を投げた、打ちました、ファール。追い込んでから投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。第1球投げました、打ちました、痛烈、伸びた、伸びていった、入った、ソロホームラン、右中間スタンドに突き刺さった。チームメイトが迎えます。さあリプレイです。右バッターボックスは山川。第1球投げました、ストライク。日本ここは引っ張りに警戒します。投球これから2球目、これも空振り。投球はこれから3球目、ちょっと抜けました。次が4球目、投げました、打ちました、第5球投げました、ボール。日本ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第6球を投げた、打った、さあ7球目、ボール。第8球を投げた、インコース、空振り三振。バッターは7番マーキー、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。打ちました、第
第2球投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、牧いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから同点のランナーが出ました。バッターは8番甲斐、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投げた、スラーバーボール、まずは低め、第2球打ちました、センターフライだ、浅い当たり掴んで、これで3アウトになります。4回の裏が終わりまして、2対1日本、この回1点を返しています。日本、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは木下、第2球ボール、第3球を投げた、打った、ファウルボール、第4球は内角へストライク。さあ、投球は5球目、投げました、外れた、ボール、第6球を投げました、打ちました、第7球を投げました、打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、レフトを見上げた、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。今チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。打順はトップに帰って塩見、今日は三振とショートフライ。第9球初球外れてボール、第2球スプリットはストライク、第3球を投げました、空振り、第4球を投げました、ボール、投球これから5球目、打ちました、ファール、投げた、高めいっぱい、見逃し三振、高めいっぱいに決まった。左バッターボックスは2番近本、初球空振り、いきなり155キロ。さあ、次の投球、投げた、ボール、第3球を投げた、インコース低め、外れてボール、投球これから4球目、スライダーボール、第5球投げた、打ちました、三遊間のゴロ、一塁送球アウト。これバッターは3番浅村、今日2打点を挙げています。第9球投げた、決まってストライク、いきなり150キロ。第2球投げました、決まったストライク、これで追い込みました。第3球スプリットはボール、アウトコースに低め。さあ、4球目スライダーボール、インコース高め、次は5球目見送ってボール、第6球を投げました、見逃し三振。5回の表が終わって3対1日本リードを2点としています。日本、この回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは源田、第9投げました、ボール、第2球投げました、打った、左へどんどん切れていきます、ファールボール、投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、源田ナイスバッティングです。第9一塁ランナー走った、盗塁成功、日本重要な場面で盗塁を決めてきました。第2球投げた、ボール、第3球を投げた、変化球はアウトローへ、ボール。さあ、4球目ストライク、第5球投げた、ボール、第6球を投げた、変化球見送ってフォアボール、バッターは指名打者大谷。
第9球投げた、初球から打ってった、破った、ライトバックホーム、大谷いいバッティングを見せました。これで今日は3打数の2安打。第9球投げました、打ちました、初球打ち、大山下がった、取った、あっとランナー飛び出している、これでワンアウト、ランナーはフルベース変わりません。第9球投げました、ストレート、まずは見送りました。第2球投げました、インロー空振り、バッター追い込まれました。投球は3球目、投げました、空振り三振、村上全くタイミングが合いません。リプレイをご覧ください。田中降板、左の岩崎満塁の場面での登板です。どういった立ち上がりを見せるか、先ほどホームランを放った吉田、第9球打ちました、ファール、さあ次の投球ボール。第3球を投げました、ボールがすっぽ抜けました。さあ4球目、アウトコース高め、ボール。第5球投げた、打った、ファールボール。第6球はランナー自動的にスタート、スラーブ、外れてフォアボール、押し出し。右バッターボクサー6番山川、ひときわ大きな声援が聞こえます。投げた、初球空振り、思い切って振っていきました。さあ次の投球ボール、投球はこれから3球目、スラーブはボール。第4球を投げた、サークルチェンジはボール、投球これから5球目、直球ストライク、インコースへ。第6球をランナー自動的にスタートします、打った、レフト前進、取って、これで3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。5回の裏が終わりまして3対2、日本この回1点を返しました。ダルビッシュ降板、左の高橋今日2番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは DH の筒香、今日はサードゴロとセカンドゴロ、初球外れてボール。第2球投げた、外の球空振り。第3球を投げた、ストレートはボール。第4球を投げました、ボール。次は5球目、打ちました、ファール。第6球を投げました、152キロ直球、空振り三振。右のバッターボックスは5番大山、今日はファーストゴロと三振。第9球投げました、初球を打ちました、ショート右横のフライになりました、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。左対左の勝負になります。投げました、打ちました、ファールボール。1球目ファールから、投げました、打った、抜けた、佐野ナイスバッティングです。さあリプレイです。バッターは7番佐藤、これが3度目のバッターボックス。第9球投げた、スライダーはストライク。第2球投げた、スローカーブ、ボール。投球はこれから3球目、第4球を投げた、打ちました、三遊間へのゴロ、村上掴んだ、一塁送球、一塁アウト、これはアウトです、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。日本ファーストランナー残塁、6回の表が終わって3対2です。6回の裏1点を追いかけます。日本攻撃に入ります。先頭バッターは牧、
第2球外角高めの直球はボール。投球は3球目投げた流し打ち切れていきますファール。第4球は引っ張った切れていきますファール。第5球投げたあっと引っ掛けたレフトへ行った取りました。これでワンアウトランナーはありません。右バッターボックスは8番甲斐。今日はサードゴロとセンターフライ投げました。初球空振り。第2球投げました真ん中ストライク。第3球を投げました1球外したボール。第4球を投げました打ちました痛烈入れば同点だいった看板直撃同点ホームラン左中間スタンドへ突き刺さった完璧に捉えました甲斐一振りで同点。チームメイトが迎えます。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。バッターは9番源田今日3打席目。第9投げました初球を打ったショート右への打球ショートから一塁送球アウト。これで2アウトランナーありません。第9投げたボール。日本ここは引っ張りに警戒します。第2球投げたボール。第3球ボール。第4球を投げた4球目空振り。次は5球目打ちました右中間へのフライ取りました。これで3アウト。中盤まで終了しまして3対8。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回のトップバッターは今宮。ここまで2打席連続三振。第2球投げた内角低めボール。第3球を投げた打ちました抜けた今宮いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。日本ダイソーを起用します。俊足の牧原一塁に入りました。バッターは9番木下ゲッツーだけは避けたいところ。初球から打ってった源田バックしていった落下点で構えます。掴みました牧原飛び出している。これでワンアウトランナーは一塁変わりません。第9牧原スタートキャッチャー二塁送球前盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。リプレイをご覧ください。日本外野は浅めの守備を取ります。第3球を投げました低めスライダーは外れてボール。第4球を投げました外角高めボール。第5球投げました打った右中間へのフライですが取りました。これで2アウトランナーは2塁変わりません。まずは2塁牽制タッチはセーフ2塁はセーフまっすぐ見送ってストライク。振り返って2塁牽制球もう1回ここで2塁へ牽制球を送ります。高橋かなりランナーの動きを警戒しています。第3球を投げましたボール。次が4球目投げました4球目空振り。第5球投げたボール。さあ6球目変化球空振り三振。先ほどのプレーです。ここはピッチャーに7回の裏日本ラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは指名打者大谷。第2球投げた決まってストライク。バッター追い込まれました。第3球外れたボール。次
次が4球目、投げた、グラウンドはボール。さあ5球目打ちました、ファールにご注意ください。投げた、打った、第7球を投げた、打った、センターへの打球掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番鈴木、第1球投げました、打ちました、第2球投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、鈴木ナイスバッティングです、初安打。さあリプレイです。左対左の勝負になります。ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。投げました、1球目ストレート空振り、第2球投げました、アウトコース低め、外れてボール、第3球を投げました、サークルチェンジはボール。投球これから4球目、4球目空振り、第5球投げた、打った、ファールにご注意ください。第6球を投げた、これはいい当たりだ、右中間、一投入った、入った、ホームラン、ツーランホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、ヒットを逃しませんでした。4番の一振りで勝ち越し、素晴らしい一発をベンチも祝福。今の勝ち越しのシーン、リプレイでご覧ください。左対左の勝負になります。今日はホームランを打っています。第9投げた、打ちました、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファール、見送ってストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ちました、第4球を投げた、打った、バイバイ。さあ投球は5球目、ボール、投球はこれから6球目、打った、流し打ち、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファール、ボール。第8球を投げました、打ちました、完全に振り遅れました。第9球を投げました、ボール。第10球を投げました、打ちました、これは内野ゴロ、佐藤ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番山川、今日4度目のバッターボックス、投げました、初球空振り、どうやら肘の違和感で現在治療を受けているようです。あー、どうやらゲームに復帰するのは難しいようです。ピッチャーの交代をお知らせいたします。日本ここで引っ張りに警戒した守備、打った、ピッチャー一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして、高橋降板、ここで日本この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは浅村、今日2打点を挙げています。第2球投げました、ストレートはボール、第3球を投げた、直球決まってストライク、第4球はボール、第5球投げた、5球目空振り、さあ6球目打ちました、フラフラっと上がった、マーキー余裕があります、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の筒香、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。第2球投げた、打ちました、落下点に入った、センター方向へ持っていきましたが掴みました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは5番大山、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、打ちました、初球打ち、アウト、スリーアウトチェンジ。湯浅見事、8回の裏日本攻撃に入ります。この回の先頭バッターはマーキー、第2球投げた、スライダーボール、第3球を投げた、打ちました、第4球はボール、内角へ投げました、打った、セカンド右横のゴロ、浅村取った、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番甲斐、これが4度目のバッターボックス。
第2球ストレートはボール。第3球を投げました。低めの球空振り。第4球を投げました。見逃し三振。バッターは9番源田。第1球投げました。高速シンカーはボール。まずアウトコース低め。第2球投げました。2球目ストライク。投げた。3球目空振り。第4球を投げた。アウトロー際どい球ボール。第5球投げた。これは上がりすぎたか。佐野余裕があります。レフト方向へ持っていきました。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。日本湯浅降板。そして最後は守護神の。さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは佐野。投げた。初球スプリット空振り。第2球投げた。打ちました。第3球を投げました。ストレートはボール。外へ。投球これから4球目。打った。投げました。見送ってボール。第6球は打ちました。三遊間の当たり。あっと弾いた。取れない。ショートのエラーが記録されます。バッターは7番佐藤。今日はここまで3打数1安打。投げました。ストレート見送ってストライク。いきなり150キロ。第2球投げました。打ちました。ファール。第3球を投げました。インハイ。空振り三振。栗林ナイスピッチング。先ほど代走に起用されましたバッターの牧原。第1球初球パワーカーブ空振り。第2球見送ってボール。投球はこれから3球目。第4球を投げた。決まってストライク。投球これから5球目。打った。ファールボール。第6球を投げた。打ちました。ファールボール。さあ7球目。打ちました。投球8球目。ボール。投球これから9球目。打った。引っ張った。ライト線に打球が飛んでいますが甘く入ったんですがファール。投げた。打ちました。1・2塁歓迎。1塁へ送る。栗林取ってアウト。日本勝利目前。初球はストライク。いきなり151キロ。投球これから2球目。ボール。第3球を投げた。打った。山川ボールを取る。山川そのままベースを踏んで3アウト。試合終了です。日本2点差で逃げ切り。